イリア・イジャスラーボビチ・アベルブーフは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピックアイスダンス、銀メダリスト。2002年世界フィギュアスケート選手権、アイスダンスチャンピオン。パートナーは、マリナ・アニシナとイリーナ・ロバチェは、ロシア語読みでは、イリア・イズ・イスラーバビチュ・アビルブーフが近い。モスクワに生まれ、5歳の時にスケートを始めた。幼い頃は、 テニス選手になりたかったという。ジュニア時代には、マリナ・アニシナとカップルを結成し、1990年と1992年の世界ジュニア選手権で優勝を果たしたが、幼馴染であったイリーナ・ロバチェワと恋に落ち、アニシナとのカップルを解消して1993年に、ロバチェワとカップルを組むことになった。 1993から1994年シーズンにより国際大会へ出場。1994年世界選手権へも出場を果たし、私生活では1995年にパートナーのロバチェワと結婚するに至る。1995から1996年シーズンに創設された。 ISU グランプリシリーズへ出場し、以後表彰台の常連となる。1997年には、ロシア選手権で初優勝を飾り、競合カップルとして注目されるようになったが、1998年、長野オリンピックでは5位入賞に止まり、メダル獲得はならなかった。2000から2001年シーズン、ISU グランプリファイナルで自身最高位の2位となり、 2001年、欧州選手権及び2001年世界選手権では、共に3位となり初のメダルを獲得した。翌2001から2002年シーズン、怪我の影響から ISU グランプリシリーズには出場できなかったが、ロシア選手権で4度目の優勝を果たした。2度目のオリンピックとなった、ソルトレークシティオリンピックでは、フランスに移籍した元パートナーのマリナー・アニシナ&、 グーエンダルペーゼラ組に敗れたものの銀メダルを獲得した。オリンピック後に行われた2002年世界選手権では初優勝を飾った。翌2002から2003年シーズングランプリファイナル及び2003年欧州選手権で初優勝を飾り2003年世界選手権で2位となりアマチュアを引退。プロフィギュアスケーターとして活動を始める傍ら、 アイスショー、アイスシンフォニー等のプロデューサーとしても活動。しかし2007年、妻、ロバチェワとの離婚が報じられた。彼らの間には2004年に生まれた息子マルティンがいる。2020、2021、ISU グランプリシリーズは、非公認大会。新型コロナウイルスの影響で変則開催のため、ISU の公認記録に反映されない。 また世界ランキングのポイントも付与されない各大会の出場者を地元選手や開催国に拠点を置く選手らに制限しており公平性を保つため国際スケート連盟2020年10月26日フィギュア今期 GP は特典非公認変則開催で日本経済新聞 https://r. コロンススララッッシシュュ日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxlsxk20048x21c20a 000000?s 000 000イコール62021年9月6日閲覧。ありがとうございます。